どうも、わたくわです。今回はね、こちらの2つの産卵セットを割り出していく動画になるんですけど、今回ね、割り出す産卵セットは、川村サビクワガタの、産卵セットになります。川村サビクワガタ。これ産地がインドのカリンポンというところですね。インドに生息するサビクワガタの仲間。でサビクワガタっていうと、属が、2つあるんですけど、まあ、1つはソリアシサビクワガタ属っていうのがあって、もう1つはドルクス属ですね。コクワガタとかね、オクワガタと同じ属にも、一応ね、サビクワガタっていう付くクワガタが何種類か知られていて、日本ではね、ヤマトサビクワガタが、国内唯一のサビクワガタなんですけど、こいつはね、大陸に生息しているインドとかの、まあ、その辺に生息しているドルクス系のサビクワガタの仲間になります。で今回ね、このサビクワガタ、福島のイベントで、ツイッターでね、いつもお世話になっている元尾さんっていう方から、購入した川村サビなんですけど、親のサイズがね、めちゃくちゃでかいんですよね。ちょっとね、今画像出せるかわかんないんですけど、こんな感じで、顎はね、そんなに長くない種類なんですけど、オスがね、28ミリ前後、でメスが24ミリ前後のペアを、2ペアね、ちょっと今回、入手できたんで、それをね、9月下旬くらいにね、これ2つ産卵セット組んで、1ペアね、投入して、もうね、3ヶ月くらい経過して、これね、ケースのね、側面、ちょっと見にくいんですけど、ここね、もう幼虫見えてるんで、これ結構ね、産卵幼虫まで育ってるんじゃないかな。こっちもね、こことか、よーく見るとね、幼虫らしきものが、これもなんかね、食根っぽいのが見えてるんで、もうね、両方ともうまく繁殖してるんで、今回ね、これ割り出して、得られた幼虫を、ね、禁止瓶とかでね、管理していこうかなと思います。それじゃあね、川村サビ産卵セット割り出していきましょう。それではね、川村サビ産卵セット割り出していきましょう。これね、確か産卵セット組む動画は他の種類とね、まとめて撮っちゃったんで、探すの面倒だと思うんですけど、セット内容は、ここにメスが、これ亡くなりだ。ここにメスのお亡くなり。こちらね、メスの亡きがらですね、多分これ。お亡くなりですね。綺麗な状態で残ってますけど、お亡くなりでした。でまあ、セット内容は、これ産卵1番と、あとね、ここに、これバクテリア剤だったかな。まあ剤を真ん中に大きく1個埋め込むだけのセットで、ドルクスなんで、結構ね、その、なんだろう、剤に産卵してくれる感じの、まあ日本でいうね、ヤマトサビクワガタにかなりね、近いような感じの生態のね、クワガタみたいですね。これがね、ちょっとバクテリア剤だったのか、瓦剤だったのかは、ちょっとね、過去の動画、確認しないと、ちょっと僕も忘れちゃってるんですけど、産卵はそんなに難しくないと言われている種類です。ちょっとこれ、材持ち上げましょうか。ほい。はい。お、あ、いるいる。材表面こんな感じで、これ、結構ね、幼虫かじった跡がありますね。穴もあるし、あ、ここ幼虫見えてますね。産んでるわ。材にも産んで、ここ、そこに今幼虫が、結構見えてる。2例とこれ多分3例とかですか、ね、あ、巣がいた。メスはね、やっぱ産卵するとすぐ力尽きちゃうんですけど、オスはね、まだまだご存命ですね。逆に言うとね、これ多分オス早く取り出さないと幼虫とかかじっちゃったりするんで、このタイミングで掘り出してよかったですね。とりあえずオスは避けといて、これはね、かなり取れるんじゃないですかね。一気にね、このマットの方をひっくり返しちゃいましょう。おお、あ、いるいるいる。とりあえずね、幼虫こちらね、1匹目2例幼虫ですね。3例までは大きくなってないって感じ。こちらも2例、2例いっぱい取れてますね。よかった。川村サビね、本当にマイナー種で入手難しいんでね、うっかりね、絶やしちゃったりすると本当にもう再入手が難しいクワガタで、しかも今回ね、元尾さんからいただいた結構ね、親が大きい血統なんで、マジで大事に扱いたいですね。これは3例っぽい。ただお尻見た感じ、なんかね、メスっぽい感じなんで、これはメスかな。お、あ、これもかなりちっちゃい幼虫ですけど、これも2例っぽいですね。今回ね、川村サビね、親も大きくて、おそらくね、川村サビはドルクス系のサビの中ではトップクラスに大型化する種類なんで、ちょっとね、頑張って僕も大きい個体羽化させてみたいんですよね。今のところね、ビークワのレコードは30ミリ超えるクワガタじゃないとね、記録をしっかり、なんて言うんだろうな、取ってくれないというか、レコードに申請できないんですよ。で、サビクワガタの中でレコードに記録されてるのって言ったら、まあ、国産のヤマトサビクワガタか、
あとはやっぱ30ミリ超えるあの外国産のオパクスサビクワガタですね。そっちはソリアシサビクワガタの仲間なんですけど、その辺しかねサビクワガタって記録がなくて、このね川村サビは今のところ元尾さんのところでもね28ミリの個体が複数出てるっていう感じなんで、頑張れば30ミリ超えるんじゃないか、で30ミリ超えればレコード申請できるんじゃないかっていうね話を元尾さんがしてたんで、これはねちょっと僕もできることをしっかりやって、僕なりにね大型化狙ってみて、もしね30ミリ出たら本当嬉しいですよね。メスが今回24ミリのメスって結構でかいんですよ。なのでちょっと大型化密かにね狙っていきたい、結構ね楽しみな種類の一つなんですよね。今回そうですね、サンラセット組んで3ヶ月で割り出しを行って、まあ、ちょっとね遅すぎたかなと思うんですけど、だいたい今半分3例半分2例みたいな感じなんで、2例うちもね結構ちっちゃい個体多いみたいなんで、ここからね禁止瓶で大きくさせてみようかなと思ってます。はい、とりあえずね今マットザッゆっくり見た感じ、まあ、取りこぼしがあるかもしれないんですけど、ざっくりマットを観察して、これだけのね幼虫得られました。サネ幼虫8匹と、2例幼虫が8匹、もうね合計1個目のセットのマットだけから16匹得られましたね。もう結構ねこれだけでも本当十分な感じであるんですけど、まだねザイもこれねザイもかじった形跡があって、ここね幼虫が見えてて、ここも多分穴開いてるんで、まあ、幼虫いると思うんですけど、一旦このザイはまあ割るのもね結構大変そうなんで、結構幼虫も十分な数取れてるんで、このザイはもう一度ねこのままサンラセット埋め込んで、ザイ飼育みたいな感じで成虫に羽化した頃にちょっとこのザイは掘り出すみたいな形をね今回取っていこうかなと思います。でもう1セットあるんで、もう1セットもねちょっとひっくり返してマットからね幼虫しっかり確認していきたいと思います。もう1セットこちらですね。こちらももうほぼ全く同じような条件で組んだセットで、多分ね全く同じような感じで産んでるんじゃないかなっていう、あ、ここにこっちもお亡くなりのメスですね。これもちょっと避けておきましょう。やっぱりねどうしても産卵するとすぐ寿命が来ちゃってメスは落ちてるって感じですね。1年以上生きる丈夫な種類だと思うんで、オスはねご存命なんじゃないかな。またねちょっとザイを持ち上げてみましょうか。あ、いるいるいる。おお、ザイはね表面こんな感じ。やっぱここもとかもねこれ触根通ってますね。ザイの中にも多分幼虫いますね。あ、オスが落ちてたやっぱりオスはご存命、避けてあげましょう。もうね幼虫2匹見えてますね。ちょっとこれだけ回収しようか。こっちも2例幼虫。産卵セットを3ヶ月放置だとこのくらいまではね育ってますね。おー、あ、こっちもそれなりにいますね。これは3例幼虫。これはね2例幼虫ですね。マットにもしっかり食い入ってる感じではありますね。これは3例ですね。これは2例。あ、こっちもね、やっぱそれなりに産んでますね。やっぱり川村サビもドルクス系のサビ、マトサビとの同じようなドルクス系のサビなんで、産卵は材さえしっかり入れてあげれば、結構ね、容易に産んでくれるような感じみたいですね。おそらくはね、材の表面に産んだのが、幼虫がこのマットの方に出てきてるみたいな感じだと思うんですよ。ケースの側面からね、卵は、確認っていうのは、あんまりできてなかったんで、我が家でやってるね、ルゴススサビクワガタとかみたいに、ケースの側面にいっぱい卵を産むみたいな、そういう感じではないと思うんで、やっぱね、材は必要な種類って感じだと思うんですけど、こんな感じで、とりあえずマットね、しっかり確認して、こっち2セット目から得られた幼虫は、3例幼虫5匹の2例幼虫が9匹。合計こっちもね、14匹ですね。でもこのね、2セットからでも結構ね、もう確実に類大回るくらいの数はね、得られましたね。よかったです。で、ちょっとね、ザイも見てみましょう。ザイはね、こんな感じ。まあ、これも、ザイの中にどのくらい食い入るのかっていう情報も欲しいので、ちょっとだけ割ってみますか。ちょっと割って、ザイの中の状況も確認してみましょうか。お、あ、意外と食根がないかも。あれ、意外と食い入ってないかもしれないですね。思ったほどは、あ、でもここね、これ、産んだ後っぽいですね。ちょっとね幼虫溶けちゃってるかもしれないですけど、やっぱ材に産卵して
てるのは間違いなくて、ここはね幼虫が通った跡ですね。そうですね、ここも多分ここに産んでここから中に幼虫が入ってったっていう食痕は、あ、この辺食痕結構ありますね。とやっぱり材依存、産卵に材は結構必要ってことですか。ここすごい食痕出てきた。あ、中ね食痕すごい走ってますね。ただね結構ね材、あ、一気に幼虫2匹出ましたね。やっぱりね産卵に材はかなり効果的な種類って感じですね。これはこんな感じしっかりね材を食ってる幼虫出てきましたね。こっちもね二例幼虫ですね。あ、ここにも奥にもいます。結構ね材の中食痕が細い若い食痕がいっぱい走ってはいるんですけど、意外と材 の中に残っている幼虫の数はそんなに多く、あ、でもいるわ、でもいるわ、いるはいるけど、もしかしたらね産卵はしっかり材に行って、一度幼虫は材の中を結構潜るんだけど、でも最終的にあのマットからも10匹以上幼虫確認できたってことは、最終的にマットの中に出てきちゃって動き回ってる個体が結構いたってことかもしれないですね。うわー、でも、あ、でも幼虫出るわ。ここに1匹とここにも1匹って今下に落ちちゃってましたね。こちらですね。ここもね幼虫いますね。あ、いや、これあれですね、表面じゃないな、芯の方にいるな。あ、やっぱ意外と材依存結構強いですね。これまだまだね材からです。おお、やっぱ材からいっぱい出ますね。これ結構芯の方に食い入ってる。あ、まだまだいますね。ここ結構芯の方近くにいますね。これここにもここにもいる。これはね素手じゃ難しそうなんで針を使って、よいしょ。しかもこれ一例幼虫か、結構ちっちゃい一例幼虫が芯の深くにいましたね。初例でここまで潜れるってことはやっぱ材依存かなり強め、こういう種類はやっぱね菌糸とかも合いそうです。これねギリ二例だけどほんとちっちゃいな。こういうね材から出た幼虫ほどね結構ね菌糸すぐ食ってくれるような印象なんで、すぐね菌糸瓶突っ込んで大型化目指していきたいですね。あ、これもまた、うん、結構芯から出るな。芯からいっぱい出てきますね幼虫。この材は割れるだけ割っちゃいましょう。最初の産卵セットの材はもう割らずに放置で、お、あ、もうマジの芯の方にいますね、潜ってますね。あ、でも面白い。これ見るとやっぱねこのね材のね側面から進んでも芯の方に潜り込んでるっていう個体ですね。これ二例幼虫、あ、うん、芯に食痕がありますね。これ取った後かな、本当に芯の芯まで食ってる。まあ、この材がね芯結構柔らかいっていうのもあると思うんですけど、カワムラサビかなりね材に食い入る力が強そうですね。これこの感じからするとてな感じで、今材がもうバラバラになってね、もしかしたらねこの破片から取りこぼし出てくるかもしれないんで、こっちの材もねちょっとあの一旦産卵セット割り出したマットと一緒に埋め込んで、もうちょっとねあの様子は見たいところではあるんですけど、一応ね今回この2セット目から得られた幼虫もう一度確認していきましょう。こんな感じですね。やっぱね幼虫の色を見れば材から出た幼虫が一目瞭然なんですけど、材からは12匹幼虫を得ることができました。そのほとんどが二例幼虫ですね。材からは三例幼虫1匹もいなくて二例幼虫で1匹、これ多分ね一例かなっていうのが2匹くらい二例幼虫って感じのやつがいました。おそらくねこの結果を見るとカワムラサビね材に産卵して、まずはね幼虫がね材を食い入るんですけど、ある程度大きくなったらもう材からあの脱出しちゃって、あのこういうねやっぱ三例幼虫みたいな大きい幼虫がマットに出てたっていうことは、材の中からねもう出ちゃって、あの大きく なった個体は材から出ちゃってマットをね食い進んでたっていうことだと思うんですよね。なのでまあおそらくねカワムラサビ材産卵傾向がかなり強いけど、幼虫は材もマットもいけるみたいなので、ね、多分そういう種類だと思うんですよね。ということでね、まあ、この幼虫今ねちょっと菌糸瓶の本数限られてるんで、
なるべくね、この材から得られた幼虫と、あとね、なるべく小さめの二例幼虫を禁止瓶に、ね、優先的に入れて、他のね、ちょっと大きくなっちゃった三例幼虫とかは、まあ、こっからの伸びしろっていうのはちょっと少ないので、まあ、大きくなってもね、3センチいくかどうかっていうクワガタではあるんで、大きめの幼虫については、もうね、200ミリリットルのプリンカップ1本でね、成虫まで管理しちゃおうかなと思ってます。それじゃあね、ちょっと幼虫を禁止瓶に入れたりとかね、いろいろやっていきましょう。じゃあまずはこのね、材の破片をちょっとね、こっちに避難させて、ね、でも取りこぼしありそうですよね。結構ね、その材からちっちゃい幼虫いっぱい出てきたんで、確認しきれない部分も結構あったと思うんですよね。で、このマットは、まあ、さっきの産卵セットと1個目の産卵セットと2個目の産卵セットの割りかしはもう、まあ、同じ種類でラインも結構近いんで、ね、すみません、取りこぼしについては一緒に扱っちゃいますね。でちょっと加水します。やっぱね、産卵セット3ヶ月も放置するとだいぶねマット乾燥してくるんで、取りこぼしを管理っていうか、まあ材をね孵化するまで長持ちさせるってなったら、加水して水分量ちょうどよくして管理していきたいですね。そしてある程度ね水分整ったんで、ここにマットをまずちょっとだけ、底の方をちょっとだけ敷いて、でここにこのね、おそらくこの中にも10匹以上は幼虫いるんじゃないかっていう材を干しよう。ちょっとこういう向きに置いちゃって、でここの隙間はこのね材のかけらをもうさっと入れちゃいましょう。入んねえなもう一回り大きい容器使いましょうか。もういいや、中ケース使っちゃおう。中ケースでいきましょう。ちょっと中ケースでここにもっと詰めて、ゴロゴロっとこうします。こうしましょう。でもう上からマットをかける。でこれね、結構ねこういうところ隙間があるんで振ります。こんな感じでね、割り残しは成虫になるまでね 3,4 ヶ月はもうこのままで放置っていう感じでいきましょうか。そしてね、まあ今回ね得られた幼虫、こちらね2セットから合計で多分ね40匹近く幼虫得られましたね。でこの得られた幼虫についてはちょっとね禁止瓶に入れるって話だったんですけど、禁止瓶ね、これ大平岳の禁止瓶今ねマックス14本しかないんで、ちょっとねこの14本も使うんですけど、あぶれた分についてはこちらのね 200ml のプリンカップに詰めてね発酵マットに入れる組と、あとねちょっとお試しでこちら、これね、なんかね、菌がうまくね、回ってないように見えるんですけど、これもうね、2ヶ月くらい前かな、2ヶ月くらい前に僕が自分で詰めた河原菌のブロックを、まあ、ここにね、400ml のプリンカップに詰めたのが、まあ、こちらにね、今8本あるんで、これもね、まあ、試しに使っていこうかなと思います。で大きくね育ちそうな、まあ、期待できる材から割り出した幼虫とか、まあ、小さめの二例幼虫とかは基本的にねこの禁止瓶 800ml に入れたいんですけど、 800ml1 本だとね河村サビちょっとね大きすぎると思うんで、今回はね800の禁止瓶は2匹ずつ幼虫を入れていきたいと思います。でプリンカップ組については1匹ずつっていうね管理方法でいきたいと思います。それじゃあね幼虫詰めていきましょう。じゃあもうねまずね流れ作業でこのね禁止瓶にね幼虫を投入する穴だけジャジャッと開けちゃいましょうか。この作業もね僕はこういう風に手でやるんですけど、いっぱい禁止瓶扱う人はやっぱりね電動のドリルとか使うと一瞬で穴開けられるいいみたいですね。前からドリル買う買うずっと言ってたんですけど、結局ね我が家ってそんなに禁止使う機会ないんで、今のところなんだろうな、すぐ買いたいとは思わなくてずっと買わないでいるんですよ。あ、やばい。今、ぼーっとして真ん中に穴開けちゃってるんですけど。そうだ。一つの禁止瓶に幼虫2匹投入するんで、穴を2個開けましょう。ちょっと厳しいけど、2個ですね。クワガタ飼育ね、なるべくやっぱ一つの容器に1匹ずつっていう単独管理した方が大きくなりやすい傾向にはあるとは思うんですけど、でもね本当に小型種、すごい小型種とかになってくると本当に広い容器だったら何匹かいてもね共食いになれなかったりして、やっぱね禁止瓶とかだと弱くてちっちゃい種類って菌に巻かれる可能性結構あるんで、そういう環境でね何匹か投入しとけば、なんだろう、菌の発生を抑え合うみたいな
やっぱりねクワガタもその菌に巻かれないように、まあ自分の糞の中にバクテリアがいたりとか、菌に対抗する手段みたいなのを持ってるんですよね。でそういうのをやっぱ一つの容器に2匹投入するだけで、菌糸が全体を覆っちゃう速度っていうのが少しでもね1匹よりは2匹の方が弱まるような気がするんで、ちょっとこれは個人の感想なんで正確なことは言えないんですけど、でも多分そういうイメージだと思うんで、大きすぎる容器で飼育したりするときは複数入れてもいいんじゃないかなっていうね持論を置いときます。いやでもね、今回ねこの川村サビを、購入させていただいた元尾さんっていう方はね、過去にもね僕がオパクスサビクワガタ飼育するきっかけにもなった方で、オパクスも元尾さんからいただいてるラインであったりとかね、元尾さん自体もそのオパクスでレコードを獲得されてる方なんで、ほんとねそのくらいサビクワガタにね結構興味があるサビクワガタ大好きな方で、僕もねやっぱ過去の動画さればサビクワガタの動画出してる人って本当にね全然いなくて、僕くらいしかいないんで、そのくらいねやっぱ小型種大好きなんでね、今元尾さんも大型個体作出ね頑張ってらっしゃるみたいなんで、僕もねちょっと川村サビねどこまで大きくなるかっていうのをしっかりねやっていきたいところですよね。やっぱ30ミリ超えのサビクワガタ今オパクスしか存在してないんで、そこをね川村サビが30超せるのかどうなのかっていうちょっとねポテンシャルを飼育でね引き出して、まあ、限界にね挑戦していきたいと思います。まあそれでもやっぱドルクスは結構ねその飼育しやすい属のクワガタなんで、結構ねドルクス属って野外品よりも飼育品の方がねレコードサイズでかいっていうことが結構多い種類なんで、ムラサビももっとでかくなる気はするんですよね、図鑑に書いてあるサイズよりは。それじゃあね禁止瓶に穴開けていったんで、こちらのね本日得られた幼虫を1匹ずつね詰めていきたいと思います。まずはねやっぱちっちゃい順に詰めていきますね。この材から得られた順でちっちゃい順、これも一例幼虫すごいちっちゃいなんだけど、ここにねスッと入れてこの一例いきましょう。この一例幼虫入れて、上からは産卵セットから割り出した時に出たマットをね適当にささっと入れてあげて、これで倒します。まあ、こんな要領でねこんな感じでやっていきましょう。まあ、今回ねボトルはもうねカムラサビもそんなに幼虫期間長いクワガタじゃないと思うんで、半年くらいで羽化するクワガタだと思うんで、投入したらもう成虫になるまで放置っていう頭でね管理していこうと思います。管理温度については、まあね、もう冬なんで、結構ね、気温下がるんですけど、まあ、我が家のね、飼育部屋は大体やっぱ20度から22度くらいは保ててるんで、そのくらいの環境でね、まあ、そこまでね、無理に、管理温度下げずに、とりあえずはね、1世代目は、20度以上で管理していこうかなと思ってます。今ねこれ材組全部投入したんで、次はちょっとねマット組の二例幼虫たちを投入していきましょうか。ということで、まあ、今回ねこちらの川村サビクワガタの大体ね3ヶ月くらい放置した産卵セットを割り出して、こちらね合計で幼虫が約40匹くらいですね、得られた幼虫は、こちらね 200ml の発酵マット詰めてきた、こちら合計12本で、こちらの河原菌糸を詰めた、プリンカップ 400ml に4つですね、4匹で、その他は全部ねこの 800ml のね禁止瓶にここは2匹ずつ詰めて、ここのね赤いシール貼ってる1、2、3、4本については1匹ずつ投入しました。幼虫合計40ですね、ちょうど40、一応ねこの状態で成虫になるまでだいたい管理温度が20度から22、3度くらいでねこの冬管理していこうかなと思います。で得られた材ね、まだねこれ取りこぼし結構あると思うんで、一応ねこの小馬車中に1本割ってない材と、あと割った後の材も全部詰めて、これもねこのまま成虫になるまでちょっと、ね、ずっと管理して、ちょっとこんな感じでね今回、川村サビクワガタ
管理していきたいと思います。とりあえずね、親のサイズが、オスがね 28mm、 メスが 24mm っていうことなんで、そうですね、結構ねサビクワガタにしては大型の種類ではあるんで、親をね超えられるように、あわよくばねちょっと 30mm アップする虫なのかどうかっていうのをね確かめつつ、できる限りの飼育をやっていきたいと思いますので、サビクワガタねあんまり人気とか知名度もない種類なんでね、ちょっとこの機会にねこういうねマイナーな小型種にも興味を持っていただける人が増えてくれたらいいなと思ってますので、よろしくお願いします。このノソノソ歩く感じが可愛いクワガタなんでね、ぜひともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。またね次の動画もよろしくお願いします。失礼します。カムラサビ。